どうもー、洋次郎でーす。はい、昨日はね、水曜日ということでね、サリラジがあったわけですけども、はい、こちらのお写真でございます。はい、昨日ね、サリラジもうすぐで始まるよーみたいな感じでツイートきましたけどもね、ちょっとね、これは、ちょっと、僕は、なんか、ね、みたいなね、すっぴんらしいです、これ。すっぴん山木らしくて、なんで、すっぴん山木なのかというと、どうやらね、天地サリーさん、ちょっと曜日感覚がちょっとね、ご臨終しているらしくて、水曜日だとね、気づくのが、遅れて、急いで、シャワー浴びて、なんか、ね、髪もパッサ、乾いてない状態で、ノーメイクで、来たということでね、はい。ね、曜日感覚がね、ちょっと狂ってるっていうの、ようわかりますね。僕もちょっとね、ちょっと曜日感覚が、最近ずれております。はい。残念なことにね。はい。で、昨日はですね、さらっと、サリーは、この間ですね、ちょっと、武田愛菜ちゃんと、鈴花萌ちゃんと一緒にカフェに行っておりました。っていうことでね、さらっとナッチが登場するっていうことでね、はい。ね。で、なんかいろいろ話したらしいですね。はい、なんかギャップの話とかしてたかな。なんか、ね、どうもなーみたいな感じで言ってましたけどもね。こうやってさらっとね、ナッチの話が出てくるところがね、また良きですね。はい。で、ね、トーテムポールの話ですね。立ちつけとで、動画ありますけど、その動画にね、終盤に、萌ちゃんのことを、背負ってますけども、あれトーテムポールって言うらしいですね。で、それを、大阪か名古屋で魔王ステにやったんですよね、サリーが。サリーがやったら、で、萌ちゃん、その後ね、萌ちゃんが、この浮気者みたいな感じでね、私以外と東電ポールするのふん浮気者みたいな感じでね、言ってましたけどもね、こうサリーも、こうツイートしております。はい、サリラジありがとうございました。ラジオで話した東電ポール浮気者案件です。ファンの皆様、萌ちゃん、天地氏、みんなにも浮気じゃないって言われた案件ってことでね、はい。なんとね、そっか、ファンのみんなにも言われたんだ。で、萌ちゃんで、なんか、あ、多分大阪だな。大阪公演で、東天ポールやって、その時ね、2年半ぶりぐらいにね、お父さんに会ったらしいです。ね、そこで、何、萌ちゃんじゃなくていいのみたいな感じに、言われたらしいですね。天木父からも言われるってことでね、はい。まあ、こちら、東天ポールですけどもね、はい。で、萌ちゃん、部屋何号室みたいなこと聞いたら、浮気者に教えません。うわってくるね。ねえ、まあ、その後、ね、魔王ステに話、ね、相談して、ちょっとトーテムポールはなんか浮気みたいだから、今度別のことをしようみたいなことをね、伝えたらしいですね。はい。ねえ、まあ、まあ、僕は、正直言いますよ。正直別に、いいじゃねえかと思いますよね。はい。まあでも、萌ちゃんはね、私だけとやろうよ、みたいな感じでね。私、ね、あれはもう、ね、私と、ね、みたいな感じなんですかね。まあ、萌ちゃんらしいですね。ってことで締めましょうか。はい。で、先ほど、19時、こういう情報来ました。はい。4月28日、19時半より、FC 限定番組、サリタンの、サリタン、合ってるのか、発音。の配信決定。アマチサリーにやってほしいことや、お祝いメッセージ、質問など大募集ということでね、はい、FC 会員様無料で見れますよー、ということでね。はい。ね、4月26日がね、はい、アマチサリーので、ね、誕生日ですから、そこね、誕生日企画の番組またやるのかなと思ったら、やりましたね。ねえ、サリタンのサリアジーってことでね、はい。で、なんかコーナーとかね、また応募しておりますよーってことでね、はい。ねえ、なんか、まあ、なんだろうな、どんなトリッキーで奇抜な番組になるか楽しみですねっていう感じでございます。はい。もう僕もメッセージ送ろうかな。なんか、うん。ねえ、サリーは本当にね、7日をなんか知るきっかけになった人物の一人なんでね、まあ、お祝いメッセージ、送りたいと思います。はい、というわけでね、
今日の動画締めたいと思います。あと全然関係ない情報一つ、僕も4月が誕生日でございます。4月8日が誕生日でございます。はいね、はい、まあそれだけです。はい、っていう感じで今日の動画締めたいと思います。それでは、チャンネル登録と高評価、バットボタンでも何かしらボタンを押してくれたら嬉しいし、あとは、コメントもよろしくお願いいたします。